はい。みなさん、こんにちは。チームハロンズ、黒川です。人民元のテクニカル分析を3分で解説します。5月10日までの週間見通しとなります。まずは結論から。はい。週足、ボリンジャーバンド、一目金公、好表トレンドはありません。ストーキャスティックス、買いシグナルが点灯しておりますが、形状的にあまり強い形状をしておりません。そういうことで、週足、ベースは上値の重い展開と考えております。続きまして、冷やしです。ボリンジャーバンド、上昇トレンド進行中、一目金公、好表トレンドはありません。ストーキャスティックスは強い、売りシグナルが点灯ということで、冷やし、ベースは下目線と考えております。 それではテクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します周、はい、足ボリンジャーバンドトレンドの方向性示す赤い点線21週移動平均線真横を向いております周足ボリンジャーバンドはトレンドは出ておりません周、はい、足ストーキャスティックス回シグナりが点灯しておりますが赤いラインのパーセント %D ライン真横を向いております回シグナりの 精度としてはあまり高くないと考えておりますはいこちら週足の一目金光表ですローソク足が雲の中に入っております明確なトレンドは出ておりませんはいこちら冷やしのボリンジャーバンド冷やしのボリンジャーバンドトレンドの方向性示す赤い点線21日移動平均線上昇しております日足のボリンジャーバンド上昇トレンド進行中ですはい日足のストキャスティックスはかなり強い売りシグナルが点灯ということです はい、最後こちら、冷やしの一目均衡表です。ローソク足と雲の位置関係から明確なトレンドは出ておりません。はい、それでは5月10日までのサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。5月10日までのサポートレジスタンスです。まずはサポートラインです。サポートラインは19円の30レベル、19円の30レベル。レジスタンスラインは19円の60レベル、19円の60レベルと考えております。 はいまずはキャンペーンのご紹介です右のバナーのチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です YouTube 概要欄から口座解説をしてキャンペーンにエントリーしていただくと通常の口座解説得点2000円と新規取引1回1万通貨16と以上でチームハロンズ視聴者キャンペーン得点5000円と合わせて7000円プレゼント中ですさらに取引用に応じて最大30万円合わせて30万7000円のキャッシュバックとなります詳細は YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください はいそういうことでえっ、ー、と人民元円5月10日までの予想レンジ19円の3丸レベルから19円の6丸レベル19円の3丸レベルから19円の6丸レベルということですはいポイントリスクオフ円外優勢上値おあ、えー、重しということではいえっ、ー、と金融システムリスク再燃で現在はリスクオフの円外が優勢の市場環境ということですはいそんな中本日なんですけれども中国の4月の財政製,、えー、製造業 P MI が市場予想を下回っておりますはいそういうことでチャート形状的に言いますと、はい、週足、えー、ボリンジャーバンド一目均衡表トレンドレス、冷やしのボリンジャーバンド上昇トレンド進行中、週足のストキャスティックス、買いシグナルが点灯も形状的にあまり強い形状をしておりません、冷やしのストキャスティックス、強い買いシグナルが点灯ということで、はい人民元円5月10日までの。 見通しチャート形状的には上値の重い展開と考えております人民元5月10日までの見通しチャート形状的には上値の重い展開と考えております最後にグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします本日は以上となります